インデペンデンシアはアルゼンチン海軍の航空母艦。1959年から1969年にかけて運用されたアルゼンチン発の航空母艦である。元はイギリス海軍のコロッサス級航空母艦ウォリアーであった。艦上機部隊は攻撃機のボート F4U コルセア、訓練機のノースアメリカン T-6 敵3、対戦哨戒機のグラマン S-2 トラッカーから、 構成されていた。回転翼機のシコルスキー S-55 と S-58 は連絡、救助用である。インデペンデンシアの紋章この艦は、カタパルトやアングルドデッキといった近代航空母艦に必須の要素を備えている。しかし、カタパルトの出力は弱く、アングルドデッキの角度も小さい、などの点から、 同じコロスサス級航空母艦でありながら大幅な近代化改修を受けた同時代のミナス・ジュライスやカレル・ドールマンなどに比べて艦上機の運用能力は低い。それを端的に表しているのが Z 艦上機の運用である。当時、アルゼンチン海軍航空隊には Z 機である F9 海バンサーと F9 海クーガーも所属していたが、 カタパルトの出力不足によりインデペンデンシア上では運用ができなかった。一応着艦した例ならば存在し、1963年7月27日、フスティニアのマルチネス・アチャバル中佐の操縦する F9 回パンサーがインデペンデンシアに緊急事態のため着艦したことがある。中佐の機体は第一アレスティングワイヤーにフックをかけて着艦した。ただし、 前述のように発艦はできないため、その機体を下ろすためには、艦は一旦、プエルト・ベルグラの海軍基地に戻らなければならなかった。F9 回パンサーと F9 回クーガーをはじめとする、ジェット艦蒸気の空母上での運用は、後継艦であるベンティシンコ・デ・マイオの登場によって、初めて達成された。コロッサス級空母はもともと、イギリスが第二次世界大戦中に設計した。 戦時急増空母である。この間もその一つボリアーとして、ベルファストのハーランドウルフ造船所で玄関されたが、竣航は1946年1月であり、第二次世界大戦には間に合わなかった。竣航後すぐにカナダ海軍に対応されたが、運用上の問題などから1948年にイギリスに返却された。その後、 1950年代初めに受けた改修により、試験的にアングルドデッキが装備されたが、その角度は小さいものだった。1950年代末には旧式化することが分かっていたため、イギリス海軍は1958年2月にボリアを退役させ、売却先を探した。1942年、アルゼンチンで同国を取り巻く状況を分析した。 戦略的研究が実施された。その研究はアルゼンチンに2隻の航空母艦が必要であると報告していた。翌1943年9月16日の政府決定により現実に空母を購入する道が開かれた。第二次世界大戦の影響を受けた当時の国際状況とアルゼンチン国内の事情により、 実際の空母購入は十数年も遅れた1958年9月16日のことであったが、この時購入の対象となったのが、元イギリス海軍の空母ウォリアーである。購入資金は2隻のリバダビア9000艦と沿岸警備艇プエーレドンの売却によって得られたものであった。早速、保存状態から借り出されたウォリアーは500人まで減らした乗員で、 公開できるようにする作業が行われたが、それは10週間という短期間で行われた。Q ウォリアーは、スペイン語で独立を意味するインデペンデンシアと再命名された。この名前には、アルゼンチン国民の独立を維持し強化していく揺るぎない意思を再確認するという意味が込められている。 1958年12月10日にポーツマスを出港し、巡洋艦ヘネラル、ベルグラノと巡洋艦ベンティシンコデマイオに先導されて、同月30日にアルゼンチン海軍最大の基地であるプエルト・ベルグラノに到着した。この艦の作戦行動は1959年から始まり、同年6月8日には5機の T-6、敵3による離着陸が行われた。 1960年には艦隊の新たな中核となり、戦艦用布団に係留された状態で兵員の配置と軍務への登録が完了した。その布団は、この艦が戦艦の売却資金で購入されたという意味でも、また、時代はすでに戦艦でなく航空母艦に艦隊の主役を移していたという意味でも、まさにこの艦が受け継ぐ権利を持つものであった。 1961年には、モンテビデオを訪問し、1962年の4月には6機の S-2 トラッカー、2機の F9 イクーガー、2機の S-55 を受領するためにアメリカまで航海した。ノーフォークに停泊して航空機を受け取るとすぐに、アルゼンチンへの航海を始め、1962年の5月24日に、プエルトベルグラの海軍基地に着岸した。 1962年以降、この艦はアメリカ海軍との合同演習であるウナタスに毎回参加し、1967年、マルデルプラタの眼前の海で行われた海軍100周年記念艦艦式では式の中心を担った。1963年、T-6 敵3の墜落事故が起こり、パイロットのグスタボララ注意はその事故により殉職した。 同年 S-2 トラッカーの夜間作戦が開始された。その激動の障害の中でこの艦は、アメリカ海軍、イギリス海軍、イタリア海軍、フランス海軍、ウルグアイ海軍など様々な海軍との合同演習に参加した。また、アルゼンチン陸軍やアルゼンチン沿岸警備隊、アルゼンチン小戦艦隊とも一緒に訓練している。1967年11月、 フアンサラベリ隊イの操縦する S-2 トラッカーが記念すべき5000番目の着任兵士を乗せてこの艦に着艦し盛大に迎えられた。しかしその1年後、その同じ機体がこの艦からカタパルト発進した最後の機体となった。1969年、アルゼンチン海軍は第二のクーポベンティシンコで迷うを収益させた。それに伴い、インデペンデンシアは、 予備役となり、任務から外された。アルゼンチン海軍はこの間の売却先として、ペルー海軍に購入を持ちかけたが受け入れられなかった。ついに1971年10月、2億2220万ペソで落札したロサリオのシャーチ SA 社によって解体が始められた。ありがとうございます。